アルゴナウタイ、アルゴナウタイ、古典ギリシア語、アルゴノウタイは、ギリシア神話において、コルキスの金曜網を求めて、アルゴ戦で後悔をした英雄たちの総称である。アルゴナウタイは複数型で、アルゴの戦意を意味する、アルゴナウテイス、アルゴノーツが単数形である。ラテン語では、アルゴナウタイ、アルゴノーティ、英語では、アルゴノーツ、アルゴノーツ。時代設定は、 トロイア戦争の前、テッサリアーのヨールコスの王子イアーソーオーンは、父から王位を奪った、ペリアースに王位の返還を求めるが、コルキス、国会東端の王国。現在のグルジア西部にあるという黄金の羊の怪我は、金毛を要求される。イアーソーオーンは、女神アテーナーの助言を受けて、プリクソスの子で、船大工のアルゴスに50の貝を持つ巨船を建造させ、船名を、 アルゴスの中から、アルゴを、快速の意図した。アテーナーは、堂々なの多く、日本語訳がしから物を言う材木を、アルゴーの選手につけた。イアーソーンが船員を募ると、ギリシア中から勇者たちが集まった。こうして、アルゴー船に乗り組んだ勇者を、アルゴナウテイス、総称として、アルゴナウ体という。イオールポスを執行した一行は、 霊夢ムノストをはじめとした数々の冒険を経て、コルキスに達した。コルキスでは、いや、騒音と恋に落ちた、コルキスの王女、メーデーアが加わり、目的の金曜網の獲得に成功する。アルゴナウ隊は、その後も冒険を重ね、部分的に脱落者も出しながらもヨールコスに帰還した。4ヶ月間の航海だったという。アルゴナウ隊の航海について、イギリスの詩人、 神話研究家、ロバート・グレーブスは、その著書、ギリシア神話で以下の三つの物語や、歴史的事実が修正、混合されたものだとする。一方、ハンガリーの神話学者、カール・ケレーニーは、その著書、ギリシアの神話、英雄の時代で以下のように指摘している。ア i テ t スは、太陽神エー、リオスの子だが、元来ヘイリオスの対立者でもあって、 冥界のハーデース的存在であった。さらに、アイエーテイスの町は、アイアと呼ばれ、王の名はここから得られている。アイアは、コルキスと同一視されるが、本来は、エオース、赤月の女神の国という意味であり、不滅の神のための地であった。ピーネウスの宮殿も、また、元来は、暗黒の国、冥界が始まる場所であった。このように、イアーソーオンとアルゴナウタイの探索は、 人間界の悲願から金羊毛を持ち帰る仕事であったとしている。グレーブスによれば、アルゴナウ隊の後悔と王道十二星座の関連を指摘したのはアイザック・ニュートンである。物語がエジプト、とりわけアレクサンドリアの十二星座の影響を受けた可能性があるとする。星座と物語が対応する要素として挙げられるのは、ツ羊ザ・プリクソスの金毛のツ羊。 オウシ座聖堂の足を持つアイエーテースのオウシ、双子座ディオースクールロイ、カストールとポルデケース、シシザドリオニアの王、キュージコスが殺したというレアのライオン、乙女座メーデア、天秤座ケルキューラジまでの歩きのオスの最低、イテザ、ヘイラクレース、ヤギザ、レームノス島での求愛の象徴、ミズガメザアイギーナジまでの水汲み競争、である。さらに、隠れた要素として、サソリザ、ヘビ、 カニザ再生の象徴としての小金虫があるとする。隠れた要素とは、後悔には直接現れないが、アルゴナウ隊の帰還後、メーディアがアテー内を追放され、イタリアでマルビウム人たちにヘビ使いの術を教えたという伝承。もう一つは、メーディアがベリアアースを暴殺した時のように、大釜を用いて再生、若返りの魔法を使ったことを指すものと得られる。 アルゴナウ体の数は、約50名であったと言われる、シケリアのディオドロス、歴史総書は54名を挙げ、ロドスのアポローニオス、アルゴナウティカは55名を挙げ、ガイウスユリウスヒュギーヌス、ギリシャ神話集は64名を挙げ、ガイウスワレリウスフラックス、アルゴナウティカは52名を挙げる。が、節エース、およそ1 1十0年から1180年のように100名の名を挙げる例もある。 このような英雄の集結は、トロイヤ戦争以前では、最大のもの。カール・ケレーニーによると、この神話の古い形では、乗組員は、ミニュアース族であり、テッサリアで、アタマースが支配していた領地の住民からなっていた。以下は、上院の一覧である。アポロドーロスによる文献に登場する人物には、登場順に番号を振ってある。になっている人物は、説において、 アルゴナウタイに数えられる場合がある人物であ、ただしその全ては網羅していない。なお、一般的にヤーソーオン及び後に乗船するコルキス王女メーデーアはアルゴナウタイとして数えない。アルゴナウタイの神話は原点資料やこれを扱った研究資料によっても異説が多い。以下は古典期のアポロドーロスを基本とし、現代のケレーに及びグレーブスの記述を 補足的に付加したもである。他の遺説や解釈、細かな補足については、客中で述べる。テッサリアの王アタマースは妻ネッペレーとの間に息子、プリクソスと娘へ、礼があった。アタマースは後に良い脳を5歳にめとり、良い脳は、ネッペレーの子供たちに悪意を抱いていた。テッサリアで起こった不作のため、アタマースが信託を受けようとしたとき、良い脳は、 デルポイエの死者に工作して、プリクソスを生贄にする用心信託があったと言わせた。土地の住民から強いられ、やむなくアタマースは、プリクソスを祭壇に連れて行ったが、ネペレーが、プリクソスを奪い、ヘルメースから授かった金物を羊の背に、ヘレーと共に乗せた。羊は空を飛んで海を渡った。その途中で、ヘレーは海に落ちてしまい、その地は、ヘレースポントス。 ヘレーの海と呼ばれるようになった。現在のダーダネルス海峡である。しかし、プリクソスはコルキスに到達して、王、アイエーテースに迎えられた。プリクソスは金毛の羊をゼウスに捧げ、その皮をアイエーテースに与えた。アイエーテースは金毛の羊の皮をアレースの森にある菓の木に打ち付けた。これがコルキスの金羊毛である。 レ夢ムのストーの女はアプロディーテーを崇拝しなかったため、女神は女たちが悪臭を発するようにした。このため男たちは、妻と寝ずに、トラーキア付近から、捕虜の女を連れ帰って、相手とした。侮辱された女たちは、夫や父親を皆殺しにした。この中で、トワース王の娘ヒプシピュレーだけは父親を船に、隠して逃がし、命を救った。 ヒュープシュピュレーは女だけになった島を女王として治めた。アルゴナウ隊は島の女たちに迎えられ、神女を共にした。イアーソー,オーンはヒュープシュピュレーと交わり、息子のエウネオスとネプロポノスが生まれた。アルゴナウ隊は救治孤孤の艦隊を受けた。しかし夜に出航したところ、逆風にあって知らずにドリオニアに吹き戻された。ドリオニア人たちは かねて戦闘状態にあったペラスごい人の軍勢だと思い込み、互いに相手を知らずに戦いとなった。この戦いでアルゴナウ隊は、キュージコスを殺してしまったことを夜明けと共に知った。彼らはこれを嘆いて、頭髪を切り、王を手厚く葬った。その後、何日もの間風雨に妨げられて出港できなかった。キュージコスがかつて、レアーの、 聖獣であるライオンを殺したことと、アルゴナウタエがこの地で手が六本ある巨人を倒したことに、レアーガを立てていることが判明し、アルゴスが女神の像を立てて、ディンデュモン山頂で踊ると順風が吹き始めた。ミューシアーにおいて、ヘイラクレースが愛していたヒュラースが水汲みに行ったところ、あまりの美貌のために、水のニュンペ兵たちにさらわれてしまった。 ヒュラースの叫び声を聞きつけたポルペーモスは盗賊だと思って刀を抜いて後を追った。ヘイラクレースに出会ったのでこのことを話し二人でヒュラースを探しているうちにアルゴ船は出港してしまった。ポルペーモスはこの地にキオス市を建設して王となった。ヘイラクレースはアルゴスに戻った。一説にはこの時一部の乗組員はヘイラクレースを乗船させる。 ためにティーピスに船を戻させようとしたが、カライスとゼーテースがこれを妨害した。このことを恨んだヘイラクレイスは、後に二人を手の筋まで殺したという。この島の王、アミュコスは、ポセイドオンの子で、外国人が来ると検討試合で殺していた。アミュコスに挑戦されたアルゴナウ隊は、ポリューデウケースが試合に応じ、逆にアミュコスを撃って殺した。 ベブリュクス人たちがポリデウーケースに殺到したので、アルゴナウタイは武器を取って多くの者を殺した。アルゴナウタイはサルミュデーソスの地に住む盲目の預言者ピーネウスに後悔の助言を求めた。ピーネウスは人間の未来を予言したためには捨てられ、盲目にされた上、神々はこの地にハルピューヤを使わした。ピーネウスの食事が用意されると、 ハルピュイアたちが空から飛び降りてきて、これをさらってしまう。残った食べ物も周期に満ちて食べることができなかった。ピーネウスが、ハルピュイアたちから自分を救ってくれれば助言すると応じたので、彼らはピーネウスの食卓を用意した。ハルピュイアたちが食べ物を奪うと、翼を持つ、カライスとゼーテースが刀を抜き、これを追って飛び立った。ハルピュは、ボレアスの子供たちの手にかかって死ぬこと、 一方、ブレアースの子供たちもハルピューヤを追いかけて、捕まえることができなかった時には、死ぬことが運命づけられていた。ハルピューヤの一人は、ペロポネソス半島のディグレース川に落ち、その名を取って、ハルピュースと呼ばれるようになった。もう一人は、プロポンティスを経て、エキイナデス群島まで来た。ここで、ハルピューは、方向を変え、海岸で、疲労のあまり追跡者と共に墜落したため、この島は、 ストロパデスと呼ばれるようになった。救われたピーネウスは、アルゴナウタイに、航海の道を示し、シュムプレーガデスの岩について忠告した。シュムプレーガデスは巨大な岩と岩が激突して、回路を塞ぐ難所で、岩の髪型には深い霧がかかり、岩が動いて衝突する音が絶えずゴーゴーと、鳴り響いていた。ピーネウスは一羽の鳩を岩の間に放ち、 無事に通過できたら通ってもよいと言った。言われた通りに鳩を放つと、飛ぶ鳩の王の橋を岩が合わして切り取った。岩が再び引いた時にアルゴの歌いは力いっぱいこぎ、ヘーラーの助けもあって、船は通り抜けることに成功したが、友の橋の部分が岩に切り取られてしまった。この時、以来、シュムプレイガデスの岩は動かなくなった。 もし船が一隻でも通り抜けた時は、岩は全く動かなくなることが定められていたのであマリアンデューの偉人の国で、アルゴナウタイは、リュコス王の艦隊を受けたが、この地で預言者イドモーンがイノシシに疲れて死に、ティーピュスも病を得て死んだ。そこで、アンカイオスが船の舵を取った。テューニアス島では、リュキアからヒュペルボレオス人のもとへ向かって、 海の上を急ぐアポローンに出会った。アルゴナウタイは、アポローンに祈りを捧げ、アポローンが狩りの幸運を授けたので、この地で得られた豊富な収穫を神に捧げた。パーシス川に至ると、イアーソーオーンは、コルキスをアイエーテイスのもとを訪れ、金曜毛を渡してくれるように頼んだ。アイエーテイスは、イアーソーオーンに難題を課したが、アイエーテイスの娘、メーデーアが、 イアーソーオンに恋して彼を助け、イアーソーオンは金羊毛を手に入れることに成功した。イアーソーオンとアルゴナウタイはメーデーアを連れてコルキスを脱出し、その際メーデーアは弟のアプシュルトスを殺害する。ゼウスはメーデーアのアプシュルトス殺害を起こり、嵐を送って航路を妨げた。アルゴー戦の者勇気がアルゴナウタイに助言し、彼らはリグリア海。 ケルト人の国を通り、サルディニア海を経て、アイ a 島に渡り、この島に住むキルケーに、罪の清めを受けた。セイレームのそばを通った時は、オルペウスが、セイレームに対抗して歌い、乗組員を船に引き止めた。ただし、ブーテウス一人は、セイレームに見せられて泳ぎ去った。アプロディーテが彼を救い、リリァバイオンに住まわせたという。セイレームから逃れると、カルブディス、スキュラ。 その上に大きな火と煙が立ち上っている浮岩が行く手に現れた。しかし、ヘーラーがテティスに命じ、海のニュンペ兵たちがアルゴの隊を守って通過させた。パイアーキア人の島、ケルキューラに来た時、コルキスからの追手が島の大歩きのオスにメーデーアの引き渡しを要求した。歩きのオスはメーデーアがまだ諸女であればその父親に送り返し、もし、 イアーソーンと夫婦のちぎりを交わしたのであれば、イアーソーンに与えようと答えた。歩きのオスの日やレーテが帰線を制して、メーデーヤとイアーソーンをちぎらせたため、アルゴナウ隊はメーデーヤを連れて出発した。嵐に見舞われ、9日間流されたアルゴ船はリビアに漂着し、砂漠の奥地まで押し上げられてしまった。ここでアルゴナウ隊は陸路を取った。というのは、 リビューエーの三人の娘が現れ、母親が体内に重荷を負ってくれたのと同じ恩を報いよと助言したので、英雄たちはアルゴブヌを担ぎ、乾きに苦しめられながら十二日間、トリートすこまで運んだ。ここで渡積み、トリートを、地中海まで押し出し出てくれた。クレータ島に着こうとしたところ、島の番をしていたタロースが石を投げつけて攻撃してきた。 タロースは、ヘイパイストスが、ミーノースに与えた、聖道人で、首から、かかとまで、ただ一つの血脈を持ち、かかとに、聖道の釘がはめ込まれていた。メーデアはタロースを欺いて、薬で狂わせた。あるいは、不死にすると言って、メーデアがタロースのかかとの釘を抜いたところ、カミチが全部流れ出してタロースは死んだ。別の説では、ポヤースがタロースのかかとをいて倒したとも言う。 クレータ島を出て、真夜中に嵐に襲われ、回路を見失ったとき、再び、アポローンが現れた。アポローンは、ベランティオスさんの背に立ち、海中に矢を射て、稲妻を放った。この地で見出した孤島にアルゴナウタイは、アナペイ、ギリシア語で、アナプトウとは、輝く火をつける意と名付け、アポローンはイグレーテス、輝ける、アポローンの祭壇を建てた。アイナ島にすると、 アルゴナウタイはこの地で、水組競争に興じ、ヒュドロポソアの祝祭を創設した。その後エウボイアとロクリスの間を通って、イオールコスのパガサイワン、現在のボローワンに帰り着いた。現代において、アルゴナウタイを題材とした書籍は、ギリシア神話の紹介を目的としたものや、児童向けあるいは絵本を含めて多岐にわたる。物語の設定を利用した作品としては次のものが、 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。